皆さんこんにちは。今日もウイレアプリの動画を始めていきましょう。今回の動画では2月に行われるであろう中間アップデートで黒玉に昇格するかもしれないというミッドフィルダーの予想をやっていこうと思います。中間アップデートって何ですかっていう方は以前の動画で紹介しているのでそちら先に見ていただければと思います。その時の動画で言ったことなんですが、中間アップデートで黒玉に昇格する選手はだいたい総合値が83から84で、かつ現実で活躍している選手が選ばれます。ミッドフィルダーの選手っていうこともあり、まあ、アシスト数であったり攻撃的なミッドフィルダーの選手に至っては得点数とかにも、結構こだわって解説しています。今回は7人の選手をピックアップしていますが、もし他に黒昇格しそうな選手いたらコメント欄の方で教えていただければと思います。それでは早速紹介していきましょう。まず1人目はトッテナムからデレアリ選手を選ばせていただきました。年齢は23歳なんですが、若くしてトッテナムのレギュラーを務め、イングランドの期待の星とまで言われている選手です。昨シーズンは公式戦33試合に出場し5ゴール3アシストだったデレアリ、今シーズンは公式戦17試合に出場し7ゴール3アシストを記録しています。12月の5日に週間 FP で総合値91として登場した経験があります。デレアリ選手はレベルを3にすると総合値が85に行くってことで、かなり黒玉に近い金の総合値84の選手って位置づけに今なっています。黒玉に昇格してしまうと獲得するのが難しくなってしまうので、もしデレアリ選手まだ持ってないって方は早めに獲得してみてはいかがでしょうか。それでは次の選手いきます。2人目はリバプール所属のジョーダン・ヘンダーソンを選ばせていただきました。ヘンダーソン選手は現在総合値が84で、あと1上がれば黒昇格します。まずヘンダーソン選手を選んだ理由という前に、リバプールが今シーズン2位と勝ち点差10以上をつけて、プレミアリーグの首位に立っているっていうのがまあ一番の理由ですかね。ヘンダーソン選手はそのリバプールのキャプテンを今シーズン務めています。公式戦も23試合とほとんど全ての試合で出場しています。2019年に活躍した100名を選出してランク付けするベスト100プレイヤーでは74位に入っています。今レベル2にするとヘンダーソン選手は総合値が85になるということで、現時点でも金の中で最強の選手の1人となっております。それでは次の予想選手いきます。3人目はバレンシアのダニ・パレホ選手を選ばせていただきました。まずバレンシアがチャンピオンズリーグベスト16に9年ぶりに進出しました。パレホ選手はバレンシアのキャプテンを務めていて、バレンシアのチャンピオンズリーグベスト16進出に大きく貢献しました。で、パレホ選手もヘンダーソン選手と一緒でレベルを2にすると総合値が85になります。パレホ選手は今30歳で、まあ意外なことにワールドカップやユーロには一度も出場したことがないんですよね。ただバレンシアで見せる存在感は圧倒的で、長く地道なプロセスを重ねてきて成長したっていうまあ選手なので、まあ、中間プレートで少し総合値上げて黒玉にならないかなと個人的に期待しています。それでは次の選手いきます。4人目はカリアリに所属しているラジャ・ナインゴラン選手を選ばせていただきました。ナインゴラン選手はウイレアプリ2018と2019では黒玉で搭載されていたんですが、2020では金に降格してしまいました。今シーズンからインテルからカリアリに移籍してきたナインゴラン選手は、それまでカリアリは残留争いに絡むことが多かったチームだったんですが、今シーズンは17試合が終わった段階で6位につけています。ナインゴラン選手は昨シーズンインテルで29試合に出場し6ゴール3アシスト、今シーズンはカリアリで14試合に出場し4ゴール5アシストを記録しています。11月にはセリエ A の月間 MVP に選出されています。さらにナインゴラン選手はウイレアプリでレベルを2にすると総合値が85になります。半年での黒玉深入り咲きに期待しています。それでは次の選手いきます。5人目はラツィオに所属しているルイス・アルベルト選手を選ばせていただきました。ルイス・アルベルト選手は昨シーズンの成績は27試合出場4ゴール5アシストでした。今シーズンはここまでで16試合に出場し3ゴール11アシストを記録しています。アシスト数が11で、これは新年に突入する前のアシスト数としてはセリエ A が20チーム制になってからの歴代で最多の記録となりました。
12月下旬に開催されたスーペルコッパイタリアーナでは、ラツィオは3対1でユベントスに勝利し、ルイス・アルベルト選手は先制ゴールを決めるなど活躍しました。またリーグ戦でも、すでにラツィオはユベントスと対戦し3対1で勝利し、そのうち2アシストルイス・アルベルト選手は記録しています。今後さらにアシスト数が増えるのかに期待したいですね。それはでは次の選手いきます。次はアヤックスのタディッチ選手を選ばせていただきました。昨シーズンアヤックスで34試合に出場し28ゴール13アシスト、チャンピオンズリーグでは18試合に出場し9得点でクラブをチャンピオンズリーグベスト4に導く活躍者ともなりました。で、今作からは総合値84の非最強選手として搭載されています。今シーズンチャンピオンズリーグでアヤックスはグループステージで敗退してしまったんですが、リーグ戦では18試合で8ゴール13アシストと、アシストの数だけではすでに昨シーズンの記録と並んでいます。2019年のベスト100プレイヤーの方では27位にランクインしています。タディッチ選手の黒昇格も個人的に期待しています。それでは次の選手いきます。ミッドフィルダー最後の予想選手はジョルジニオ・ワイナルドゥム選手を選ばせていただきました。リワプールに所属しているワイナルドゥム選手はこれまでほとんどの公式戦に出場しています。ワイナルドゥム選手もヘンダーソン選手と一緒でレベルを2にすると総合値が85になります。ベスト100プレイヤーでは43位にランクインしています。オランダ代表のユーロ予選では7試合で8ゴール2アシストを記録しています。ワイナルドゥム選手を少しのプラス評価でも黒になると位置づけに来ているので、中間アプレでの黒昇格に個人的に期待しています。はい、ということで今回は中間アプレで黒昇格しそうなミッドフィルダー7人をピックアップしました。今後、中間アプレで黒昇格しそうなディフェンダーゴールキーパー編や、金昇格しそうな選手、あと今回ちょっと悩んだんですが、黒昇格とはいかないけど金最強になるミッドフィルダー選手の予想編とかも今後やっていけたらいいかなって思っています。ぜひ他に、もしこの選手も昇格しそうだよって意見があればコメントで教えてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。